おはようございます。おはようございます。今何やってるんですか？今は、DVD のサイン入れをしています。300枚分あるんです。今日1日でこれを書き上げたいと思います。はい。そう、この DVD はですね、26日に発売します。はい、よろしくお願いします。どういう DVD ですか？今回はちょっと今までになく和をテーマにしていて、なので題名がリナ風というんですけれども、これまた私が考えましてそれが採用されたんですが、ちょっとね、表紙は和っぽくないんですけど、中身は結構温泉だったりとか和服、あの浴衣のシーンとか結構入っていて、今までの DVD とはちょっとまた違う感じになってます。もちろん海のシーンもキャピキャピな感じであるので、いろんな楽しみがあるんじゃないかなと思います。実は一日高熱が出た日があって、でそれがしかも温泉の撮影シーンだったんですよ。なのでもうのぼせちゃって、結構大変だったんですけど、まあでも無事にすぐ薬飲んで治ったので大丈夫なんですけど、ちょっとバレてたらごめんなさいっていう感じですこれ一番最後に撮影したんですけれども、まあちょっとおまけな感じなのかなと思ってね、ちょっと水着っぽくないんですけれども、実は水着でですね、透明なワイヤーがくっついて水着型になってるんですね。なのでまあちょっとドキドキっていう感じで、ちょっとだけだろうな使われるのはと思ってたんですけど、まさかの表紙になってしまいまして、すごいびっくりしています。少しドキッとする感じなんですけれども、まあそんなにやらしくはなってないと思うのではい、こう可愛い感じになってると自分では思います。